よし。なんだ。よし。攻略会議を始めましょう。どうかな。頼むな。それではボスの攻略に向かいましょう。ートしておいたよ。聞いてくれ。ごめん。よう。よう。86層のマップ確認してみてくれるかな。キリトくんのも更新されているんだ。じゃあやっぱり。神父さんの言葉によれば、このクエストが最後。絶対に2人で86層に行こうね。いらっしゃい。いらっしゃい、キリト。なんだけど、秘伝の書の最後のところ切れちゃってるじゃない？ほら、この部分。そこのところでちょっと詰まってて。この続き何が書いてあるのかな。ひょっとして武器を使う相手と結婚すると冗談よ、冗談。も拉致が開かないし、とりあえず試しに作ってみるわ。うん、それじゃ早速取り掛かるわ。集中するから静かに見守っててね。こと言ってんだろう。何が武器を使う相手と結婚するよ。いくらなんでもありえないでしょう。それにキリトはもう。どうしてこんな時にこんなこと思い出すのよ。まったくもう何が助かったよリズよ。人じゃなきゃあんなことしないっての。どうしてよ。いろいろ危ない目にあったのにどうして楽しい思い出しか浮かんでこないのよ。ありえない。失敗なんて。この一振りは、私の鍛冶屋としての集大成とするわ。前のキリトの剣、ダークリパルサーを超える最高傑作にする。そう、私が決めたの。少し黙ってて。キリト、私はあんたのことが好き。あんたのことを本気で好きになっちゃって。でも好きになっちゃダメなんだって、諦めなきゃって思ったのに。私は、キリトが好き。あんたのことが大好き。このところずっと一緒にいられて、私、すごく幸せだった。でも、いつまでも、私だけで独り占めはできない。キリトには行かなきゃいけない場所がある。やらなきゃならないことがある。だから最後にとっておきをあげる。私がキリトにあげられる最高の贈り物を。この件はただあんたを、あんたのことだけを思って作るから。できたわ。受け取って。私の最高傑作。やってみて。どう？その様子だと満足してくれたみたいね。そう、よかった。代金はつけでいいわ。利息もつくから早めにゲームをクリアしないとね。さてどうしよっかな。私の武器はお高いのよ。何としてもゲームをクリアして現実に戻らないとね。そしたらちゃんと会いに来なさいよ。うん、約束よ。いいからいいから。